日本山梨県甲府市丸の内丸の内は山梨県甲府市の地名であり、現行行政町名は丸の内1丁目から丸の内3丁目、住居表示実施済み区域、郵便番号は400-0031。北側にある甲府駅から南側へ平和通りが通っており、通りの北東側に1丁目、北西側が2丁目、南西側が3丁目となっている。 一丁目には、甲府城や甲府駅をはじめ山梨県庁や交付市、役所などの庁舎をはじめ、岡島百貨店や山港百貨店などの大型店舗を中心とした商店街、山梨中央銀行や水保銀行交付支店などの金融機関、また、いくつかのビジネスホテルがあるなど、平和通りから東西に通る上等通りを挟んで、南側に位置する中央一丁目と並び名実ともに、 甲府市の中心部となっている。二丁目は平和通り沿いに甲府信用金庫本店をはじめとするオフィスビルが立ち並んでおり、路地裏に山梨県立図書館を中心にマンションが立ち並んでいる。三丁目は東に隣接する中央地区や南に隣接する愛 o e 地区と合わせて保険会社のビルが立ち並び、路地裏は二丁目同様住宅地である。オリオン通りオリオンスクエアは 東京電力パワーグリッド山梨創始者から岡島百貨店と山梨中央銀行本店の間まで南北100メートルにわたり伸びる商店街である。もともとは甲府地方検察庁の検事制宿舎があったところで戦後に商店街オリオン通りとして開発された。1956年に足張りのアーケードが完成。1961年に アーチ状の鉄骨作りのものを経て2010年に、現在のガラス張りのものに掛け替えられ、合わせて現在の名前に解消された。このアーケードは、通り全体を覆っており、雨に濡れずに往来することができる。またスーパーマーケットの、オギノと洋菓子チェーンのシャトレーゼ発祥の地であり、オギノはパセオとして2007年まで営業を続けていた。跡地は複合ビルココリが建っている。 シャトレーゼは合併などにより、同省を離れていたが、2009年10月にレストランを併設した直営店を開業していた。2018年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。甲府警察署前、付近正面はどこも甲府丸の内ビル。ありがとうございます。